いや遠くね。はい、どうもふがくんです。さあ本日もマインクラフトやっていきたいと思います。本日はですね、こちらの拠点の方をやっていきたいと思います。本日はですね、大広間の隣ですね、大広間のこっちの隣、こっちの部屋を着手していきたいと思います。ここはですね、もう置いてありますが、こちらはですね、テレビルームにしようかなと考えております。どんなテレビルームかと、まあ液晶テレビみたいなね、まあ、ここに壁に貼り付けたテレビを作っていきたいなと思ってるんですけども、まずこの黒い羊毛ですね、黒い羊毛でこう枠組みというか、この枠を作っていきたいと思います。いや、よし、こんな感じですね。OKOK。で、ここはまず取っ払いますね。はい、こんな感じですね。OK、これで枠組みができました。そしてですね、やはりテレビといったら光なんですよ。そう、光ってるんですよ、テレビは。光ってないといけない。そう、テレビは光ってないといけない。ということで、グロストーンですね。ここにですね、グロストーンを配置していきます。いや、割れながらいい案ですよ、これは。うん。ちょっとね、軽く、YouTube の方でテレビ作ってる人いないかなと探してみたんですけども、ちっちゃいテレビしかなくてですね、あとなんか、コマンドとか、なんかそんな感じのやつを使ったものしかなかったので、なんかめんどくさいなと思ったので、よいしょ。僕が、よいしょ。やろうかなと思いまして、シルクタッチがない。そしてここにですね、仕切りを作りたいなと思います。まあ、なぜ仕切りを作るのかと言いますと、まあこっちの方がおしゃれな感じがするので、それだけです。間違えちゃったよ。ここいらないんだよ。この2マスはね、窓ガラスをつけたいと思ってるので、はい、とりあえずですね、材料を作っていきたいなと思います。このネザー水晶の改ざんはもうちょっと必要なので、もうこれで6個ですね。6個で十分です。そしてですね、絵画使うんですよ、今回は。絵画が重要になってくるんですよね。間違えたぞ。じゃあ、はい、こうやって、これで24個しか足りないのか、これで。絶対足りない。24個じゃ足りない、多分足りないので、もうちょっと持ってこようかな。よし、絵画40個できました。こんなもんかな。絵画と、あと、板ガラス。こんなもんでいいな。OK。はい、そうしましたら、またこっちの方に行きまして、あ、待って、まだ足りないものあったさて、どの辺入り口にしようかな。ここら辺かな。ここを入り口にしようかなと思います。はい。いいね。これちゃんと取っておこう。ここちょっと湧いちゃうから、今のうちに窓ガラスつけちゃいましょうか。よし、 OK ですね。こんな感じですね。いいね、いい感じ。はい、そうしましたら、ここですね、ここの扉の部分、ここにですね、看板を置きたいと思います。看板、ここにも看板で、ここの上にも看板で、ここの上にも看板。 OK ですね。これでいいんですよ。そうしましたらね、ここにですね、
これですよ、絵画。絵画をね、シフトを押しながら配置することができると。いいね。ドクロでいいかな。ドクロでいいか。とりあえずここ湧き潰しのために。よいしょ。よいしょ。そしてですね、ここね、すり抜けるんですよ。ほら。すり抜けちゃうんですよね、ここ。やべ、見えないか。スッと、ほら。すり抜けちゃうんですよね。これがしたかったんですよ。はい、そうしましたらね、こっち側にもね、つけたいと思います。と、絵画。同じ絵画がいいので、お前じゃない。ドクロ、ドクロ、ドクロが欲しいんだ。ドクロ？あ、来たね、いいね。はい、これで。そしてですね、やはり、テレビ。まあ、テレビじゃないんだけど、この大きさからしてね、まあ、映画とかそんな感じのスクリーンの大きさなんですけども、スクリーンということで、まあ、映画館みたいな感じにしたいんですよね。まあ、シアタールームみたいなね、そんな感じにしたいので、真っ暗にしようと思うんですよね。なので、真っ暗にするには、真っ暗にしてしまうと、あれですよ、湧いてしまうんですよね。そう、湧いてしまうので、ここにね、下付きハーフブロックを置くわけですね。これで湧くことはないと思われます。はい、まあとりあえず敷いていきましょう。はい、こんな感じですね。そうしましたら、あ、ちょっと待って、ここ違うわ。ここ違う。ここはですね、こっち部、ここの方ですね。ここに、こんな感じにしようかなと思ってます。ちょっと段差つける感じですね。はい、OK。こんな感じです。そうしましたら、ソファーみたいなのね、ソファーみたいなのを作るので、ここですね、ここに作るので、この辺かな。 OK。 そうしたらネザー水晶ブロック、そしてネザー水晶の階段ですね。この2つを使いまして、いいね。で、こっちは、こうすればいいんだな。で、こうやって、こうですね。はい、ソファーの完成ですね。で、この周りですね、とりあえず。この周りにですね、贅沢に、ネザー水晶ブロックを使いますね。はい。これで、こんな感じ。豪華なね、ビップ席みたいな。そんな感じにします。いいね。で、まあせっかくなので、ここに絵画ポイッと、クリーパーの絵がいいんだよな。 OKOK、 これでいい。いいね。そうしましたら、これはもう使わないと。で、白樺のフェンスで、カーペットですね。白樺のフェンスをここに立てる。で、ここに立てる。で、この上にテーブルに見立てたカーペットですね。これでおしゃれな感じになると思うんですよね。ほら、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、いいよ。はい、ここからが本番ですね。ここですよ。ここのね、グローストーンの部分に絵画を貼っていく作業に移りたいなと思います。いきますよ。いい感じの、来てくれよ、いいよ。これね、一回クリエイティブモードのワールドでね、一回作ってみたんですけど、あまりね、黒い絵が来ちゃうとダメなんですよ。こんくらいは大丈夫だったんですけど、大丈夫かな。なかなか来ない。これきついかな。よし、いよいよ。同じ絵があれってのも嫌だしな。よしよしよし。
よし、回収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 。いいよ、いい感じだよ。今順調順調順調。この辺なんか同じなんだけど、この絵はい、こんな感じですね。さて遠くから見てみましょう。ズドーンと、ほら、よくない？なんかテレビっぽい感じがしなくもなくないですか、これこんな感じですね。まあもうこれで完成ですよ。多分重さ湧かないよね。このカーペットの上とか湧かないよね。湧かない湧かない。で階段の上も湧かないし、問題はここですね。ここ湧くかもしれないですね。このネザー水晶ブロックの上と、あとここですね。ここ普通のブロックなので、もしかしたら湧くかもしれません。まあそれ湧いちゃったらね、まあその時はまあ適当に考えましょうということで、これで完成ですね。テレビルーム、シアタールームですね。入って仕切りがあると、でここから入ることができる。これいいよね。これかっこいいよね。でまあここに座って、ああ、いいねいいねいいね。はい、といった感じでございます。今回はこんな感じで終わります。いい感じのシアタールームできたんじゃないでしょうか。本題はモンスターが湧くかどうかですが、湧かないことを祈りましょう。はい、ということでふがくんでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。パソコンからご覧になっている方は、画面上部に緑の再生ボタンじゃなくて緑のチャンネル登録ボタンがあると思うので、そこをクリックしていただけるとチャンネル登録用の画面に飛ぶと思うので、そこからチャンネル登録をよろしくお願いします。またタブレットやスマホからご覧になっている方は、この動画の画面の下にチャンネル登録という赤い小さいボタンがあると思うので、そこから登録することができます。また高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。